施設長会議が広島で先週ありまして、前田ご夫妻も車で行かれたとお聞きしましたが、東京から新幹線に乗った3人の方が大阪で新幹線が止まってしまって進むことも戻ることもできないということで、本当に10分ぐらいの差で早い電車に乗った方は無事に着いたんですけれども、少し後の電車に乗った方が大阪で足止めで、朝10時から電車の再開を待っていたんだけれども、一向に動く気配がなく、とうとう夕方になってしまって、その前にもしかしたら動けなかったらこちらに来てお世話になるかもしれないというご連絡をいただいたんですけれども、夜になっても新幹線が動く見込みがないということで、新大阪までお迎えに行きまして、3名の方が連帯が空いているお部屋に宿泊されました。本当に帰宅困難な方が出られたと思いながらですね、慌ただしく宿泊のお世話をいたしました。また大変な中にも自分たちは本当にこう被害がなくですね、守られたので、そういうご奉仕の機会を神様が与えてくださったんだなと思いました。思いがけないお交わりがありまして、翌朝新幹線が動いたということで、お二人の方は無事に朝早く広島の方へ移動されたわけです。台風が去ってやれやれという中で、また今度は北海道で地震があって、本当にもう心痛むことが続いております。このような中で感謝を捧げるということは難しさを覚えますけれども、先日台風の後ですね、塚本分隊で集会がありまして、いつもの皆さんが無事に集うことができました。もうお話は本当に台風のことで大変でしたね。あれが飛んだ、これが飛んだ、あれが壊れた、それからこれが大きなものがもう信じられないようなものが動いたり傾いたりと驚くようなことがありましたけれども、本当に皆さん怪我に遭うこともなくですね、守られて集会に集えたという、何よりの感謝であるなと思いました。私たち信仰者は本当に嵐の中にあっても感謝を生み出せるということは私たちの強さであるなと思わされるわけです。今日また感謝祭の初号献納式に合わせて、感謝ということをテーマに御言葉を準備させていただきました。今朝お読みいただいたところ、ちょっと聖書箇所をミスプリントしてすみません。1節から13節ですね。歴代史を読んでいただいたわけですけれども、ご存知かと思いますが、イスラエルの代々の王の歴史を記した書であります。サムエル記や列王記と同時代の歴史を歴代史も扱っています。その時代というのは、このバビロン捕囚の解放、それから1世紀ほど後の時代のユダヤ人に向けてこの歴史が記されたと思います。なぜこの書が記されたということに少し触れたいと思いますが、1つ目にはイスラエル民族に与えられた伝統と使命を確認させ、彼らを奮起させるという、2つ目にはダビデやソロモンが神殿を準備し建築したその偉業を思い起こさせ、イスラエルのために神殿礼拝の重要性を再認識させるという時があります。3つ目には、この神殿を尊び神に従った王が祝福を受ける。逆に神に背いて偶像礼拝に陥った王は災いを受けたという、その歴史を心に銘記させ、イスラエルの民に警告を与えるということであります。そのような歴史を記した書物の中で、今日のこの16章というのはどんな場面かといいますと、神の箱という契約の箱がダビデ、王様のダビデが礼拝する場所として張った天幕に運ばれたその場面で、神の箱、契約の箱と言われるものは、神様がイスラエルの民と契約を結ばれた時に、その印として授けた十戒を刻んだ
石の板に実感を刻んだわけですけれども、それを収めた箱、資料を見ると純金で覆われた木製の箱であった、ピカピカの箱ですね。その大切な神様との契約の印として、収めていたわけです。天幕というのは、幕屋とも言われますけれども、モーセがシナイ山で実戒を授けられた後に、神様の命令に従ってこのテントのような礼拝所を作ったわけですね。イスラエルの旅は荒れ野を旅していましたので、その度にこのテントが移動して礼拝する場所が彼らとの旅とともに移っていったわけです。そこには先ほど申し上げた契約の箱が安置されて、また神様が現れてモーセと習う場所となっていた臨在の幕屋とも呼ばれていたのです。歴代史、またサムエル記を見ていきますと、この王様であるダビデはヘブロンの地でサウルから王位を継いで、その後エルサレムに移って、そこに天幕を張って神の箱を移したということがわかります。エルサレムの町、ダビデの町とされて、そこを礼拝の場としたわけです。で、歴史を遡ると預言者エリの時代にはシロという場所にその礼拝の場があったわけですけれども、ペリシテ人によってその場所が荒廃してしまった、荒れ果ててしまって、そして、箱を失ったままギブオンという地に移されていた。ダビデは契約の箱をですね、新たにエルサレム、自分が建てたその天幕に運び込んだわけです。で、決してそのギブオンという場所を神の会見の天幕を無視していたわけではなく、そこも丁重に扱って祭司を使わして奉仕に当たらせていたということも記されています。ダビデは神様に立てられた王様として古くからの伝統を重んじながらも、新しい礼拝の中心を立て上げていたのであります。ここには神に導かれた知恵を見ることができます。このような経緯でダビデはエルサレムに神の箱を運び込んだわけですけれども、実はそれは一筋縄ではいかなかったのであります。同じ歴代史上の13章を見ますと、最初にダビデがその神の箱を運ぼうとした時の様子が記されています。そこには車に乗せてこの箱を運ぶ、移していた時にですね、その引いていた牛がよろめいてしまって、その箱がこう危ない、落ちてしまいそうな危ない場面があった。で、その時にウザという人がですね、それをこうとっさに箱を押さえて守ろうとしたわけですね。で、なんでしょうね、上司だったら、あ、よくやったと部下を褒めたいところなんですが、しかし残念ながらこのことは神様の怒りに触れて、このウザという人物は即死してしまうわけです。なぜかと言いますと、この契約の箱は特別なもので、選ばれた祭司が運ぶべきだったんです。旧約聖書のいろいろな記述を見るときに、神様は本当に厳しいなと思われます。選ばれた人しか触ることができない、そうでなければもし触れてしまったら怒りに触れて即死するという、本当にこの徹底した清さの追求と呼べたらいいかと思いますけれども、清いものとそうでないものをはっきりとこう分けられる神様の聖なるものに対する徹底ぶりというのが、このところに見ることができます。しかしダビデはそのことを通してくじけることなく、もう一度チャレンジをしたわけです。2度目にはレビ人を選んで、神の箱を彼らに託して無事に運び終えたわけであります。16章はその無事に運び終えたその喜びから神様を礼拝し賛美している場面で、このことを記
時に私はもしダビデが順調に1回で神の箱を移していたとするならば神様を深く知ることはなかったのではないだろうかと思ったわけです。ダビデは当初このしもべのウザが撃たれたことを怒っていました。しかし神様の潔さ、聖なるものへの徹底的な態度によって神様こそが絶対的な存在であるということを言ったのであります。石の板に記された実戒、約束、旧約の時代には神様との契約を守ることが祝福を受ける条件でありました。神様からの契約は何よりも絶対的なものであります。ダビデがこの16章で神の箱を天幕に運び入れた喜びを記しているのはこの最初の失敗があってこそより一層大きなものになったと言えます。私たちの人生も順調にいくこと、思い通りにいくことばかりではないと思います。失敗を通して何が神様の御心であるか知ることができるのです。もちろん神様の御心を先に求めてよくよく準備をしていれば失敗はしなかったかもしれません。ダビデは最初の失敗を通して神様の御心を知りました。その時にもう一度心新たに神様に従う決心をしたのです。そして神様の契約の箱を天幕に無事運び入れたので、ここには神様の求めに応じることのできた大きな喜びがあったといえます。16章の一節を見ますと、ダビデは神の御前に焼き尽くす捧げ物と和解の捧げ物を捧げたとあります。捧げ物というのは神様を礼拝するときに捧げる動物の犠牲や穀物などの供え物です。レビ記の一章から話を見ると詳しい規定が示されています。動物の犠牲の中ではまず牛や羊、ヤギなどを全部焼いて焼き尽くす捧げ物というのがあります。そして次にはこの捧げ物の肉の一部をその捧げたものやその家族が会食する和解の捧げ物という、焼き尽くす捧げ物というのは全てを焼いて神様に捧げる、神様になだめの香りを捧げるため焼き尽くすのであります。何も残さない、その香りが捧げ物と、それは献身の印であります。また和解の捧げ物は感謝の印であります。ダビデはそのような捧げ物を持って神様に献身と感謝を表したのであります。そしてダビデは主の御名によって民を祝福したとあります。神の箱が安置され、神の臨在の幕屋がエルサレムに設けられました。この喜びはダビデ個人の喜びではなくイスラエルの民全体の喜びであったのです。ダビデは民を祝福し、イスラエルの人すべてに、男性にも女性にもパン1個と夏目ヤシの菓子、干しぶどうの菓子を分け与えたとあります。この話をしながら小隊長もぶどうのお菓子を用意しなきゃいけないなと思いましたけれども、ちょっと間に合っておりません。言葉の恵みだけでご容赦いただける。ダビデは王様としてこの喜びをですね、個人のものではなく民全体にも分かち合ったと。この時にですね、何人かのレビ人を主の箱の前に立て賛美をさせたと思います。私たちも毎週神様の前に賛美を捧げております。楽器を用いて音楽を持って神様を賛美しています。
7節を見ると、ダビデはその日その時初めてアサフとその兄弟たちに主に感謝を捧げる務めを託したとあります。これはイスラエルの民にとって初の、教会でいうところの聖歌隊、唱歌隊であったり、また楽隊であったといえるでしょう。ダビデが初めてこの音楽を持って神様に感謝の賛美を捧げたので、今日読んでいただいた8節からまた36節までは聖歌隊によって捧げられた感謝の賛美の言葉で、今朝は13節まで読んでいただきましたけれども、その中には8節から22節は詩編105編の1節から15節とほぼ同じことが歌われています。また23節から33節は詩編の96編とほぼ同じ内容が記されています。詩編の中にはダビデの歌が多く記されていますけれども、その2つの賛美がこの16章のところにあるわけです。詩編のダビデの詩を見ても思いますけれども、ダビデほどこの旧約の時代の人物で神様に感謝を捧げ祈りを捧げ、また神様を心から求めた人物はいないかもしれないと思います。ダビデの生涯は皆さんもよくご存知のように、神様に選ばれ、ペリシテの敵に勝利し、大きな祝福を受けながらも、一方でサウル王から命を狙われ、何度も試みられたのであります。バテシェバとの姦淫の罪を犯したのはこの後の出来事になりますけれども、大きな過ちを犯してしまったり、また後には息子の謀反にあったり、山あり谷ありの人生を送ったわけであります。しかしそのような人生の中でダビデは幾度となく神様に感謝を捧げて、神様に守られて生かされている感謝であり、また罪を許された感謝で、深い感謝をダビデはその生涯の中で味わってきたのです。ダビデが天幕に安置した神の箱というのは、神の臨在を示す箱でもあります。箱自体が神様というわけではありませんけれども、神様が共にいてくださるということを思い起こす切な印で、今週の聖句の中に8節9節の言葉を書きました。主に感謝を捧げて皆を呼べ、諸国の民に御業を示せ、主に向かって歌い褒め歌を歌い、驚くべき御業をことごとく歌え。この8節の主に感謝を捧げて皆を呼べというところを今日のテーマとしたわけですけれども、感謝をする、英語でサンキューとよく言います。私たち何かを受ければありがとうという感謝の気持ちを表すわけです。英語の聖書を見たときにですね、ここはギブサンクスという感謝を捧げる、ギブサンクス、感謝するということとはまたちょっと違う響きなのかなと思います。感謝を神様に捧げる、神様の前に差し出す、ね、私たちは口先だけの感謝ではなく、心からの感謝を神様の前に差し出していきたいと思うのであります。ダビデはこれまでイスラエルの民に神様がなしてくださった驚くべき御業をことごとく歌えと呼びかけています。今日バンドは全て良いものは神様から来るという曲を演奏してくださいました。このことはイスラエルの民にとっても全ては神様からの賜物である、彼らと同じ信仰を持って歩んで、出エジプト記23章の19節にはこのように記されています。あなたは土地の最上の初物を
あなたの神、主の宮に抑えてこなければならない。最初の収穫の中から最上のものを神様に捧げなさいと聖書は教えています。今日の聖書のところから、榎本康郎牧師の一日一章という本を読みました。そこにはこんなことが記されていました。かつてアロンは祭司として聖なる服を着て供え物を携えて神の幕屋で仕えていたことが記されています。祭司に対して厳しく求められるものがあったということです。聖なる服を着て、そして供え物を携えていかなければ神様の前に出ることは許されなかった。しかし、今私たちは自由に神様の前に出ることができます。神様は決してどうでもよくしてしまったというわけではありません。キリストがすべての人の贖いとなって神様に捧げられたことによってキリストを信じる者はキリストを知る者とされている。私たちはすでに主イエスの救いによってキリストを身につけている、清いものを身につけた者とされているので、イエス様の贖いによって私たちは神の御前に立つふさわしいものとされているのであります。榎本先生はそのことを喜び、神に対し新たな生き方を始めていくところに私たちの歩みがあると教えています。ダビデのおことに戻りますと、彼は先ほども申しましたが命からがらの厳しい経験を繰り返しながら主の助けを心から求めたこともありました。詩編にもそのような歌が出てきます。そんなダビデが感謝を捧げて皆を呼べと言いました。神様の恵みは私たちの思いに先行してあります。まず感謝を捧げることを教えられるので、ダビデが苦難の中にあっても感謝を捧げ主の皆を呼び求めたように、私たちもまず心からの感謝を主に捧げたいと思っています。神様の御心にかなった歩みがなされますように、導きを求めていきたいと思っております。それでは祈りの時を持ちたいと思います。救世主。